皆さん、おはようございます。ティンで、デアのミナクーボーイキングタクです。1954年から約3年だけのパリーング、高橋ユニオンズ知ってますかその理由は、セリーグ、パリーグ、当時元はといえば7球団があったところがあったんですが、8球団戦にしようと思い、こういう感じです。本拠地は川崎球場でございます。まあ、セリーグ、まあ6に対してパリーグ7球団、パリーグに遅れが出たとの人気の灰。 3割5万未満だったら罰金というわけで、その時点で解散です。はい、しかし大変ですね、格闘得にとっては。この球団社長は、ビール王こと高橋隆太郎さん最年長、ベテランばかり寄せ集め、ポンコツと揶揄されたそうでございますね。はい、1年目、スタルヒンタのみで、スタルヒンご存知か、元巨人の往年の選手でございません初回に先頭打者ホームラン、史上初の記録をし、その後6連敗、その平和大で、あの、大西選手、セカンドで起用し、 まあ、閉鎖6併殺だと倒れ、最悪な危機結果に、6月12日、田村が1試合7四死となってしまい、試合は最下位、500万円の罰金だそうです、相当です、ね、はい1955年、五年トンボ鉛筆が出社して、トンボユニオンズというチームに変更し、2年目、12連敗と大記録を達成し、神林さんが市議会議員のため退団。 8月1日は10個のエラーが出てしまい、9月4日スタイフィン、ン300勝と明るい笑い見えるもチームは再開、罰金となってしまいました。次のシーズン、シフトチェンジ、両より質ということで、佐々木選手を獲得し、ルーキー、ルーキーで180アンダーは今までに敗れない記録、先発伊藤史郎さんが、年間20勝本当に勝ち貯金の20勝すごいです。しかし、最下位だった八尾町試合は、あれはありえないですね。はい、寒い,い。 五分を超えたたが罰金のの回避のため八王朝はありえません。これは誤ってほしいです。はい。これで結局解散となってしまい、動員数は54年が21万2000、55年が16万3000、56年が13万6000と、球団人気が悪くなってしまいました。今後6球団とするため、1957年事実上の解散です。というわけで以上です。今日のおまけは、 黒田和弘さんご存知ですかユニオンズ。何回解析した黒田和弘さん。ピッチャーとして活躍した投手。実はその息子が黒田弘樹さんなんです。男にある投球。父親譲りですね。はい。以上、おまけでした。バイバイ。